ソユーズロケット、ソユーズ、グラオ、インデックス 11A511 11は、ソビエト連邦が計画しオ、オーク部マイナス1が開発した使い捨て型ロケット。アメリカ合衆国のアメリカ議会図書館は、A-2 と呼んでいた。欧州宇宙機関の2004年の時点における記事においては、世界で最も頻繁に打ち上げられているロケットとされる。ソユーズロケットは、 ソユーズ計画でのソユーズの有人打ち上げに使われる、ほか、国際宇宙ステーションへのプログレス補給船の輸送、スターセムやアリアンスペースの商用打ち上げなどに利用されている。ソユーズは燃料に液体酸素と RP-1 を使っており、ソユーズ U2 は液体酸素と新陳ンンを使っていた。ソユーズは R-7 の派生系である。なお、 ソユーズロケットは中心に二大構成のロケットがあり、その周りに四機のロケットが存在している。日本やアメリカでは周辺の四機を補助ロケットとするが、ソユーズにおいてはこれを一段目としている。打ち上げ機はを基礎にして、ボストークの派生型として1966年に導入された。初期型はブロックアイを上段とする三段ロケットで、 後にモルニア軌道に衛星を送り込める改良型としてモルニア開発され、さらに1970年代半ばに若干更新されたソユーズ U が開発され、代替わりしている。ソユーズの生産は1980年代前半に年産60代となり、ピークになった。1990年初期、上段にフレガートを利用した再設計計画が作られた。 フレガートエンジンは、ホボス計画の推進モジュールを基礎にラボーチキンによって開発されたものであり、衛星打ち上げの際の最終的な軌道調整に便利である。また、ロシア宇宙庁とロシア国防省は1993年にソユーズの国産化と近内化の計画をラスの名称で承認し、後に計画はソユーズにと解明された。しかし、 ソ連崩壊後の資金不足から計画の進展は遅れた。なお、フレガート以前にはイカールを上段として利用することがあった。1996年7月、スターセムが設立された。スターセムは欧州から商用打ち上げを受注して資金を得ており、新型の開発にあたってより変更が少なくて済み、商用打ち上げの最終軌道投入用に便利なソユーズ。 フレガートの計画に資金を提供した。2000年2月9日と同年3月20日にソユーズ、フレガートの試験飛行が成功し、ソユーズ U、フレガートでは静止トランスファー軌道 2350kg の貨物を送り込めるようになった。これを利用して欧州のクラスター2の商用打ち上げが2000年7月16日と同年8月9日に行われている。現在もソユーズ、 フレガート系の打ち上げ機はスターセムによって商用打ち上げに利用されている。一方でソユーズ2の開発も進められた。エンジンの RD-107.108-107A-108AA の新型化を通じてソユーズ FG が生産されたが、これはアナログ制御装置であった。その後デジタル制御装置を装備したソユーズ2が生産された。 しかし、初期型のソユーズ2から 1A は3段目エンジンに古い RD-0110 を利用していた。ソユーズ2から 1A は2004年11月4日にプレセツクで弾道飛行実験が開始され、2006年10月23日にバイコヌールで軌道飛行実験が行われた。更新型のソユーズ2から1ビットでは段目も新型の r d 1 2 4に変えられており、 2006年12月27日にバイコヌール宇宙基地から港を乗せて初飛行を行った。現状では、有人打ち上げには、ソユーズ FG が、プログレスの打ち上げでは、ソユーズ U が使われており、ソユーズ2は商用にのみ利用されているが、今後は、ソユーズ2に置き換えることが期待されている。現在は、ソユーズ2から一 v ソユーズ -1 が開発中であり、2段目エンジンを、 NK-33 に変え、3段目に RD-0124 を利用する計画で1段目、ブースターの省略あるいは小型化が図られる見込みである。国際宇宙ステーションの建設以降は、アメリカのスペースシャトルと並ぶ ISS への輸送手段の一つであり、プログレスを利用して物資、またソユーズ宇宙船でクルーなどを運んでいる。 2011年7月8日に実施された飛行プロジェクトである STS-135 を最後にスペースシャトルが全て退役しアメリカ合衆国は有人宇宙飛行可能な機体は保有しないこととなったため NASA は当面の間 ISS へのクルーの輸送をソユーズロケットに依存することとなった2005年1月19日欧州宇宙機関とロシア宇宙庁は ギアナ宇宙センターからのソユーズ ST ロケットの打ち上げに合意した。赤道に近いため、ソユーズは3段目に依存して2.7トンから4.9トンの貨物を太陽動機軌道に運べるようになった。発射台の建設は2005年に始まり、2011年4月に完成した。ソユーズは通常バイコルールなどでは水平の状態で燃料が装填されるが、ギアナでは、ギアナで、 一般的な垂直での燃料装填形式となっている。模擬打ち上げは2011年5月に行われ、ソユーズ2.1ビット STB の2011年10月21日の打ち上げでは、アリアン4の直径4メートルのフェアリング備え、ガリレオ衛星を2機搭載していた。わずか2ヶ月前に、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた、ソユーズ U は、 ブロックアイの RD-0110 エンジンが故障して搭載されていたプログレーム -12M 補給線は破壊された。これはこれまで80回の成功を収めていたソユーズ U とソユーズ FG の最初の失敗でソユーズは友人企画の唯一の宇宙船だったので国際宇宙ステーションに滞在する宇宙業種のローテーションに影響が出る可能性があった。 欧州の宇宙機関はほとんど同じソユーズ -2.1B が10月2日にロシアのグラネス即位衛星を軌道に無事に投入して胸を撫で下ろした。ソユーズ2.1ビットはブロックアイのエンジンをプログレスの失敗の原因だった RD-0110 から RD-0124 に変更した。推進剤の充填時に 燃料の配管がロケットに接続できない問題が生じたが欧州とロシアの同チームは24時間で修復した。初の運用打ち上げは2011年10月21日に行われた。全系統を含めると1700回以上打ち上げられ、他のロケットを大きく引き離し世界で最も利用されたロケットとなっている。基本設計は古いが、 低いコストと非常に高い安定性の両面から商用に向いる。しかし、2000年代初頭からは信頼性が下がりつつある。ロケットは組み立て、試験等で横に寝かせた状態で組み立てられる。組み立てられたロケットは、射点まで寝かせた状態で輸送され、その後立ち上げられる。ソユーズの水平での組み立ては、サターン V などの垂直での組み立てとは違い。 特徴の一つとして、打ち上げの準備が安上がりで済むことが挙げられる。水平に配置されたロケットの組み立ては、すべてのモジュールに近づきやすく比較的単純である。また、垂直でのロケットの組み立てには、背の高い防風格納庫が必要であるが、ロケットが設計された当時は、経済的に可能と考えられなかった。ソユーズロケットは、発射台において、ロケット全体は、 周辺の4機のロケット1段目の先端部のタイ2機構で発射台の打ち上げシステムのトラスに喧嘩されており1段目と支柱で中央の本体を支えているこの仕組みは打ち上げ後1段目が本体を押し進める際の飛行状態に似ているロケット喧嘩の構想は R-7 ソユーズから導入された特徴の一つである発射台が除去された後 ロケットの底部分が低下させられる。強風で知られるカザフステップに位置するバイコヌール宇宙基地の発射場では強風への耐性も打ち上げシステムの重要な特徴であり、打ち上げシステムのトラスは風の力に耐えるものとなっている。打ち上げの際、支持ブームがロケットの動きを追跡する。1段目の先端部の特別支援オーブから支持ブームが頭を出すと支持ブームとトラスが ロケットのエアフレームから切断され、外側に展開されて、ロケットの進路を開く。打ち上げの間、ロケットと打ち上げ施設は単一の動作系統を構成する。一段目のエンジンが停止した後、一段目は被爆発型分離によって分離される。空が晴れている場合、地上の観測者は、コロリョフの十字架と呼ばれる落下する一段目と、煙によって、 空に描かれる銃を見ることができる。ソユーズ LV は様々な無人ミッションに使われており、スターセムの商用衛星打ち上げで販売されている。これまでに以下のようなフェアリングが利用された。プログレスは ISS やミール向けの無人ミッションでの輸送宇宙機。この宇宙機には専用のプラットフォームとフェアリングが利用され、ソユーズ U、ソユーズ FG などで打ち上げられる。 A 型フェアリングは商業打ち上げのために利用される。S 型フェアリングはスターセムによる商業打ち上げに利用される。フェアリングは最大直径が3.7メートル、長さは7.7メートルほどである。上段のフレガートもペイロードやペイロード接続分離器とともにフェディング内に封入されている。フレガート仕様の S 型フェアリングはギャラクシー14、ジョブ A。 マースエクスプレス、エイモスマイナスに、ビーナスエクスプレス、クラスターなどの打ち上げに使われた。SL 型フェアリングは、スターセムによる商業打ち上げに利用される。フェアリングは最大直径が3.7メートル、長さは8.45メートルほどである。上段のフレガーアートは、ペイロードやペイロード接続分離器と共にフェアリングの中に封入されている。 フレガート仕様の SL 型フェアリングは、この打ち上げに使われている。ST 型フェアリングは、スターセムによる商業打ち上げに利用される。最大直径が4.1メートル、長さは11.4メートルほどである。なお、大型のフェアリングの導入による、空力不安定性が、アナログ制御系では対処でないためソユーズにのみに利用されている。カーボンプラスチック製のフェアリングは、 アリアンスペースのアリアン4に利用されて実証済みの形状を基礎としており長さは1メートル増加しているフェアリングは顧客であるスターセムの要求に応じて TSSKB プログレスによって製造開発されたギアナ宇宙基地からの打ち上げのためにスターセムアリアンスペースによって提案されたフェアリング形式であるソユーズロケットは日本や米国などで ブースターとミナス部分を一段目として数える。ソユーズロケットの一段目は、ブースターロケットのように中心となるロケットの周りに取り付けられた四機の円錐形のロケットである。それぞれのロケットには一組のターボポンプ、四個の燃焼室を備える一機のロケットエンジン、外側に二機のバーニアスラスタを備える。初代ソユーズには、RD-107 エンジンが、 ソユーズ U とソユーズ U2 には RD-117 エンジンが使われた。ソユーズ FG とソユーズ2には RD-107A が使われている。ソユーズ U2 はロケット燃料に新陳を用いていた。二段目は中央のロケットでロケットエンジンは一機である。全体的には一段目ロケットと同じような構成だが1組の ターボポンプと4個の燃焼室に加え4機のバーニアスラスタがある。2段目は1段目の4機のロケットと密着させるため、底部に向かうほど細くなっている。初代ソユーズには RD-108 エンジンが、ソユーズ U とソユーズ U2 には RD-118 エンジンが使われた。ソユーズ FG とソユーズ2には RD-108A が使われている。 ソユーズ U2 ではロケット燃料に新ンを利用していた。3段目には RD-0110 エンジンを使ったブロックアイと RD-0124 エンジンを使った改良型ブロックアイの2種類がある。ソユーズ2から1ビットには改良型ブロックアイが使われている。段感分離部はトラス構造になっているが、これは大気圏内の飛行時には 乱流が発生するが、トラスの間から燃焼ガスを逃せるので二段目を点火してから分離することができるので分離時に残留水力に行って衝突する危険性を避けることができる。高い信頼性を誇ってきたソユーズだったが、2000年代初頭からは失敗が相次いだ。2002年10月15日にプレセツ空中基地で行われたソユーによるフォトン m 衛星の打ち上げの際、 発射台の近くに墜落し、打ち上げの29秒後に爆発した。地上にいた職員の一人が死亡し、8人が重傷を負った。2005年6月21日には、プレセツクで行われたソユーズ系統の4段目版のモルニア M ロケットによる軍事通信衛星モルニアの打ち上げが失敗した。飛行は2段目と3段目の分離指令が、 実行されなかったか三段目エンジンが失敗したことで、打ち上げ6分後に終了した。ロケットの二段目と三段目はソユーズと同一であり、破壊されたペイロードはシベリアの地面にユーバー基地区で発見された。2011年8月24日、ISS への貨物を積んだソユーズギの三段目が故障し、軌道への到達に失敗した。 2011年12月23日、軍用通信衛星メリディアン号を積んだソユーズ2.1ビットは、打ち上げから7分後に3段目の異常によって、失敗した。2018年10月11日には、国際宇宙ステーションに向かう、第57次長期滞在のクルーを乗せた、ソユーズ FG は、打ち上げ、約90秒後に第1段の分離で、トラブルが発生したが、 打ち上げ114秒後に緊急脱出システムが作動し、クルーは無事帰還した。2018年10月17日、ロシア連邦宇宙局は打ち上げに失敗したソユーズロケットについて、有人打ち上げミッションに復帰する前に3回の無人打上げを予定していると発表。有人要素ユーズでの宇宙飛行士の打ち上げは、無人要素ユーズを用いた3回の無人ミッションが、 成功し、調査が十分に行われない限り実施されない。2018年10月11日のソユーズの打ち上げでは、ブースターの分離に失敗していることが確認されており、それを含めた原因調査が行われる。2018年10月25日、ロシア連邦宇宙局は、無人用ソユーズを用いた1回目の無人打ち上げミッションに成功したと発表。 有人用ソユーズでの宇宙飛行士の打ち上げは、無人用ソユーズを用いた3回の無人ミッションが成功し、調査が十分に行われない限り実施されない。2018年10月11日のソユーズの打ち上げでは、ブースターの分離に失敗していることが確認されおり、それを含めた原因調査が行われる。2018年10月31日、ロシア連邦宇宙局は、 同年10月11日の友人要素ユーズの打ち上げ失敗の事故原因を調査1段目のロケットブースターを切り離す際にセンサーが誤作動を起こし2段目のロケットに衝突したとする調査結果を発表同年12月3日からの国際宇宙ステーションへの友人宇宙飛行の再開を明言した2018年12月3日 同年10月11日の事故後初となる友人での打ち上げに成功。国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行が再開された。ゲームボーイ版のテトリスで得点が10万点を超えていると発射の場面のアニメーションが表示された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。